大会で試合となります。戦もしてたら、はい、そうですね、さっきコールされてる時に自分の足かいてたもん。さあリベンジができるか、市村井博人。さあ483日目の再戦となります。さあこの試合は 2FC フライ級、リミットは 61.2kg です。3分3ラウンド制、1ラウンドの延長が用意されています。さあこれはとても楽しみな試合です。さあメインイベント第1ラウンドが始まりました。さあ両選手左足前のオーソドックススタイル、お互いにインローを放っていく。さあお互い近い、さあそのローキック、ローキックカーフですね、カーフ狙いですね。あっと近いところカーフ。さあ483日目の再戦が今まさにここで行われております。 KMC 場所はこれがスタジオ。そっと速いカーフ、おーっと右のブロー、左右、強い右のブロー入った。これが元 WBA スーパーフライ級王者。さあ両選手いかがですか。市村選手が、はい、最初カーフ、はい、いい感じに入ってたんですけど、はい、やっぱテーパーリット選手がパンチがうまいんで、はい、一発で巻き返せるなって感じです。ああそうですね、はい、さあそのテーパーリットに対してパンチを放っていく市村。ガードがヒグですよね、市村選手。あ、なるほどですね。テーパーリット選手相手にガードヒグもすごいな。はい、おーおおおナイス、まあ、よーナイス聞いた。さあここは首相撲の展開にならない。さあお互い打ち合う。さあいかがですか、参加代表。そうですね、もう市村選手どんどんカーフ蹴っていきたいですね。ああなるほどですね、あれは有効ですか。はい、ちょっと若干距離が合わなくなってきたりとか、はい、透かしてしまいます。ああ、なるほどです。さあ、ミドルキャッチャーパンチ。気持ち強いですよ、今日。いいですね。うん、さあ、逆に自力を下がらせる。おっと、効いたか。おお、右のムロ、少しバッティング気味に入った。市村
選手はこのままでいいんですかね。そうですね、まあ、ここパンチペイントにならんとカーフもちゃんと打ち上げながらやりたいですよね、はい、カーフ打ちましたよ。おっと、お互いに縦肘をチラシェフ出していく。サリュー選手、このテーパリット選手の動き見ていかがですか。1ラウンドのこの動き。そうですね、倒しに来てますよ。あ、もう倒しに来てますか。さあ、この振り、このシング、確かに倒しに来てる。あまり首の展開にはならない。さあ、縦位置に入る。関係少し取り切る動きを見せます、はい、さあカーフは出るのか。さあテパリと何を狙う。先に出たのは1秒でした。さあ第1ラウンドが終了。さあ参加内容いかがですか。1ラウンド終えて。そうですね、市村選手のコンディションがちょっと気になってたんですけども、はい、はい、なんか気持ちも前面に出てて、はい、はい、ラウスキーでいってるんで面白いですよね。あ、そうですね、はい、このボクサーであるこの、しかも一度負けてる、KO で負けてるテーバリット相手にどんどん前でパンチ当てていってますもんね。あのね、カーブがいいんでね、やっぱりカーブを枠取れずにカーブとパンチを混ぜながら、はい、やっぱり頭、右のクロスの時頭下げるんで、はい、テーパリット選手に縦に狙われてるんで、あ、そこも気をつけなパターンですよね。なるほどですね。さあ、ユウ選手いかがですか。そうですね、内村選手のカーフがいいんで、はい、次ならカーフ忘れないで蹴っていってほしいです。あ、これ一つキーになりますね。はい、あ、なるほどです、うん、じゃあこのティーパリット選手は何のところに注意すべきでしょうか。やっぱ縦肘狙ってるんで、はい、頭を下げずに肘を注意するというところですね、はい、さあそのカーフ出るか。おっと右のオーバーブロー、これが怖い。さあそこから何が来る。さあお互い組む、踏みつく。近い距離、インローを離す市村。さあテーパリット、そう力を手をブルブルっと振るってから、さあ低いところからジャブからのオーバー。先ほどからこの動きが見えます。まあ、でもテーパリット選手、はい、先の市村選手のローをキャッチしようとしてたじゃないですか、はい、やっぱ効いてるんですよ。あ、嫌、はあ、がってるんですね。蹴るべきですよね。あ、なるほど。さあ強引に右のブロー、ガツンと当てていく。右を飛ばすローダブライン、右アッパー。左フックも惜しいが、クロー蹴る、右のストレート、カーボディ。あっと、これは効いたか。カーブ肘、このカーフを出したいところですね、やはり、うん、さあカーフは出るのか。一部アウト、カーフ、カーフ少し体足が流れた。さあテーパリットも我慢しながらもジャブから右の強いパンチを当てていく。さあジャブ、さあ右のオーバーブロー大きい。ナイス。おっと、ブロード来たか。来た、おっと。さあすごい形相でパンチを振ってくるテーパリット。サンカー選手、市村選手今さっきの聞いてますよ。あ、本当ですか。なるほど、だいぶ聞いてるんで、うん、よく持ちこたえで。なるほどです、それの前へ行ってるのが、はい、さあやはりこのリベンジ、並々ならぬ思いで向き合っている、うん、さあ逆にボディから左フックとつなげていく。さあジャブはテーパリとジャブ。さあ WBA、 はい、今このカーフですね。出たいですよね。アウト、カーフ。テーパリット選手、この首からの展開であまりこう出さない感じなんですかね。まあ、よろしくです。リュウ選手、いかがですか。そうですね、テーパリット選手がパンチ効かせる場面もあるし、はい、内村選手がタフ効かせる場面もあるので、あ、なるほど。まだ試合展開が分かんないです。あ、まだこう、拮抗した状態であまり崩れてはいない。はい、カーフの市村、
パンチのテーパリット、縦肘のテーパリット、さあ膝、あ膝、さあ第2ラウンドが終了しました。いやー見応えのある試合です。そうですね、はい、3ラウンドで市村選手が、まあ、徐々に失速したりとかしなければ、あなるほどです、ね、まだまだチャンスあるんじゃないかと思いますよね。さあ3ラウンドがキーじゃないですかね。あなるほどですね、何を見せることができるか。やはりこのカーブは一つやはり有効っていうところですね。やはり変わらず3ラウンドそうですね、だいぶ嫌がってるのは嫌がってるんで、さっきね、やっぱり市村選手パンチ効かされてるんで、はいはあ、ここで気持ち折れずに、はあはあ、自分やるべきことをしっかり最後までやり通してほしいですね。はい、有吉選手いかがですか、こう3ラウンドニヤッと笑ってますよ。ねえ、テンパリと意外と余裕そうな顔して結構きついと思うんですけど。なるほど、対人あるある、対人あるある、ね、笑うときほどしんどいってね、言うとありますよね。笑ってたと思ったらいきなり倒れたりあるあるなんで、いきなり倒れるんですね。はい。さあ泣いても笑ってもこれが最後3ラウンド。さあ市村リベンジすることができるか。うまいっす、おっと左フックに右のオーバー、サインロー、さあ左のハイキックとつなげていく、そこにパンチ、ボディから左フック、さあそのボディも返し、スプリングテーパリット、同じコンビネーションを返していく。いいプレスですよ市村選手。ああそうですか、うん、下がることなく、さあどこまで近づいてどういったパンチを打つか、その縦肘、さあそれに対して臆することなくフックストレートと返していく、アッパーからストレート、さあお互いにパンチがなくなってきましたね、少し、あキックが減ってきたようにも感じます。さあカーフが蹴れるのか、市村、おっとナイス、さあ犬の返す、質問蹴り返す、はい、そーっと通路、さあノーキック、ウィンド、さあお互いに全く引かない、さあパンチを返す、うん、さあジャブからストレート、ここでパンチもらえた方がいいですね。そうですね、そうですね、ここで返したい、選手、はい、ここで市村でカーフみたいに何か仕掛けるとしたら、カーフ打った後にフックとか、フックで、はい、これも狙っていきたいですね。あこのテーパリトリの選手にこのパンチでいくっていうのはやっぱり涙が出られる気持ちじゃないとっていうのは感じるんですが、さあここは腹をくぐって入っていく、でニヤッと笑うテーパリと同じようにパンチを、まあ、合わせていく、見舞っていく、市村選手の、ね、はい、手数が減ってきたんで、あ確かに、うん、これテーパリットも疲れてますよね、これ、うん、使いながらもね、はい、左を返してる、あーなるほど、おっと、ツーブロー、カウンター気味に入る、こっからですね、そして、さあ、おっと、恐ろしい縦の肘、さあ、体を折ってなんとか回避した、さあ、上げた膝に肘を落とす石村、うん、さあお互い近い距離、近い距離でストレート、首がぐるんとひっくり返る、さあボディから左フックへと切り返す、さあこれもちろんコーナーを背負いながらも蹴り返し何かを狙っている、さあカーフを狙う石村、バックブロー、さあ3ラウンド終了しました。いかがですか、参加代表。そうですね、だいぶ拮抗してたんですけど、最後、まあ、難しいですね、なるほどですね、まあ、でも、まあ、最後ちょっと手数で言うと、はい、テーパリット選手ですかね。あなるほどですね、まあ、それだけでも悩むような試合なんか踊っている。さあ、龍樹選手いかがですか、本戦3ラウンドを見て、もちろん1ラウンドの延長戦はあるんですが、はい、まあ、どうだろう、
最後の印象がすごい良かったんで、テーパリット選手が。あ、テーパリット選手が、はい、なるほど。さあ、この笑顔とピースがね、あれだけ殴ってたのにと思いますよね。本当にすごい。エクストラドローですね。さあ延長戦みたいなの持ってたぐらい。あ、なるほどですね。ちょうどいい、いい感じですね。あ、なるほどですね。さあ延長戦です。メインイベント、ここで、まあ、一番選手男見せれるか。そうですね、ですね、そうですね、男一村見せることができるか。さあ元 WBA 世界スーパーフライ級王者の意地を見せるか。どんな延長戦になるのか。縦肘、一村選手縦肘もらってからちょっと失速したんで。ああなるほど。ちょっと効いたのか、はい、ちょっと痛かったのか。ああ、痛かったんですよね。きっと。縦肘怖いですね。さあ気持ち手数を見せてほしい。さあ最終ラウンドが始まりました。泣いても笑ってもこれで最後。さあテーパリットの右が火を吹くか。おっと右ストレート。あのワンツーほんまに左で下がるからワンツー。なるほどですね。さあアッパーからフックへとつなげていく。おダブライ。さあアストロボーイ、おい、おっと逆に右のサイドになった。メロを出して聞いてないよと。これ聞いてるんですよね。ね、みんな聞いてるんでしょう。おお今の聞いた。さあ聞いた、さあ左のフック聞いた。さあ一村男を見せる。テーパリと意地を見せる。さあ当時アストロボーイ鉄腕の意味を持ったテーパリと。さあその鉄腕見せるか。右の緑のつなげた。それに対してカンフを返す。さあお互い足が止まってもう男の打ち合い、蹴り合い、蹴り合う。右のストレート、ストレート。さあ一村カンフを視線狙い出す。ここは前に出てほしいですよね。はい、さあ高橋こういったところテクニック、さすがです。さあエクストラランドも半分となってきます。何を見せる。さあ長いジャブをちゃんと出していく。そこから右のオーバーブロー。さあジャブ。さあ一村苦しいか。ちょっと踏ん張り効かなくなる、ね、なるほどですね。さあ男を見せろ。さあ右ストレート。そうですよね、これは。まあでもあんまり力ないですよね。ちょっとタッチみたいな。タッチの縦肘なんか多いっす。さあ最後残りチャンス少ない。ボディ入っていく。さあここはもう少し見せたい。何かを見せたい。さあ残り時間30秒。30秒何を見せる。さあ膝行ったらあかんすよね。あ、なるほどですね。強引にパンチ打つか、はい、はい、したですよね。この距離で出したいですね。左フック。さあ両選手口を開けたままのパンチ出した。膝、膝、これ宮崎選手うまいですよね。はい、ね。さあ3戦の終了しま
ちらに余計判定分からなくなっちゃう。判定ないですか。なるほどです。さあ、メインイベント延長戦が終了しました。試合だ。さあ、この両選手、2021年11月28日ライジントリガーで初めて戦い、その時にはテーパリットが2ラウンド KO で勝利を収めました。会場が応じます。さあ、判定だ。さあ、静かに待ちます。アストロボーイテーパリットが迎え撃ち、その援護リベンジをさせずに勝ち取るのか、はたまた市村ひろとがリベンジを達成するのか。さあ、判定だ。みたいなっていう形で、そうですね。
ก็เหนื่อยที่สุดครับผมนะครับแต่ว่าก็ทางยิมเฟโลได้หัวหน้าค่ายได้พาไปซ้อมอย่างเต็มที่แล้วผมมั่นใจว่า4-5 ยกก็ไม่มีหมดแรงครับผมขึ้นอยู่กับทางไคโจของเฟโลครับผมว่าจะให้ชกที่ไหนผมชกได้ทุกที่ครับไม่กลัวใครทั้งนั้นครับ